まんじゅう。カリーナ、みんながそばにいてくれるわ。これが運命です。見切りました、ムガの境地。こんにちは、こんばんは、おはようございます、アムです。ということで、今回ライデン将軍のおすすめチーム7戦を紹介していきたいと思います。ピックアップも数日で終わり、今回引いた方も多いのではないでしょうか。なのでライデン将軍を軸にしたパーティー紹介をして、立ち回り表を使い、その後実戦という流れで説明していきたいと思います。早速目次ですが、1、ライデン将軍の簡単な性能紹介、2、おすすめの生物と武器、3、チーム紹介&実戦となっております。今回項目自体は少ないですが、濃い内容となっていますので、ぜひ参考にしてみてください。早速ライデン将軍の性能を簡単にまとめてみました。全部で7つあります。1つ目に、元素チャージ効率は盛るほど元素回復と雷元素ダメージが上昇します。2つ目に、元素スキルはキャラチェンジ後もバフ効果が持続します。3つ目に、元素スキルは味方が攻撃するときも追加で攻撃をしてくれます。4つ目に、元素スキルのバフ効果は味方の元素爆発のダメージを強化します。5つ目に、元素爆発は武器が変化し雷元素ダメージを与えます。6つ目に、味方の元素エネルギーに応じてダメージが増加します。7つ目に、元素爆発は攻撃がヒットするたびに味方の元素を回復することができます。大まかにまとめるとこの7つです。キャラの能力だけでかなりの効果を持っているので、優秀なキャラの一角となっております。次に、おすすめの生物と武器の紹介ですが、簡単に解説をします。詳しい内容が知りたい方は、課金者用と無課金者用の2本出していますので確認してみてください。おすすめの生物としてはやはり絶縁です。各メイン効果のおすすめは、花と羽は固定で、時計は元素チャージ効率、杯は無凸であれば攻撃力 %、 冠は会心または会心率がいいと思います。サブは会心率、会心、元素チャージ効率、攻撃力系を厳選してください。意識するポイントは、会心が盛りにくいキャラクターなので、会心を中心に元素チャージ効率を厳選するようにしましょう。次に武器についてですが、おすすめなのはやはりモチーフ武器でもある草薙です。理由としては全部で3つあります。1つ目に、基礎攻撃力が高いこと、2つ目にサブで元素チャージ効率がついていること、3つ目に元素チャージ効率を上げると攻撃力に変換されることです。この3つは大きなポイントとなっております。3つ目ですが、先ほど杯を無凸の場合は攻撃力パーセントがいいと言いましたが、草薙の凸を3凸から4凸くらいしている方は、生物の厳選次第で攻撃力パーセントより雷元素ダメージにした方がダメージが出るようになりますので覚えておきましょう。それでは本題に入ります。今回各パーティーの装備は記載しますが、詳しくは説明をしません。しかしポイントについては解説しますので参考にしてみてください。流れはパーティーの装備を紹介した後、立ち回りを紹介し実戦という流れで説明をしたいと思います。まず最初のパーティーとしておすすめしたいのは、エウルア、ライデン、フィッシュル、ディオナというチームです。装備については表のようになっていて、ポイントとしてはディオナに旧貴族の装備をして、フィッシュルには戦艦を装備させて全体的な火力を上げるということです。立ち回りとしてはディオナの元素スキル元素爆発を使用してライデン将軍に変えます。その後元素スキルだけを打ち、元素爆発は1巡目では温存しておきます。次にフィッシュルに変えて元素スキルまた元素爆発を打ち、エウルアに変えて元素スキルから元素爆発を使い14スタック貯めていきます。14スタックは以前解説していますので概要欄確認してみてください。元素爆発終了後はまたディオナの元素スキルから元素爆発を発動しライデン将軍に変えます。ここで初めて元素スキルから元素爆発を使用してチームの元素爆発を貯めていきます。元素爆発中に元素スキルをもう一度打ち、ディオナに変えて元素スキルと元素爆発を打ち、フィッシュルに変えて同じルーティンを行います。それでは実戦を見てみてください。ここより弱滅の時、はい、せい、よし、ストップ、そこ見切りました、せい、せい、はい、私は甘く見ないで、断罪のな、わめきなさい、装甲の恩、よっ、ジャッジメント、
次は先ほどのチームのフィッシュルを八重に変えたチームとなっております。ポイントは八重の装備を洗顔と竜殺しを装備させることです。立ち回りは先ほどのフィッシュルの立ち回りと一緒なので割愛をします。それでは実践を見てみてください。熱量直有限なる大地呪言直呪言わめきなさい憲兵王を立つ目には目をよっよっそら反省しなさい酔っ払いさん高速見切りましたムーバーの教師さっさっそっそこたやっさばきのいかずしふっふっとひゅっあたしは甘く見ないでリオナのチョック律令呪言雷光意図美しきかなチョック律令呪言粉々よ兵糧のようにうなれそれはっ砕け散れはいそれ次は原神プレイヤーがかなり使ってると思われるナショナルチームです。チームとしてはライデン、シャンリン、ユクアキ、ベネットとなっております。ポイントはベネットを4番目に置いて、ベネット以降のキャラクターを回復させることです。立ち回りとしては、ベネットの元素スキル元素爆発を使用して、ユクアキの元素スキル元素爆発を使用します。祭礼を使用しているので、2回元素スキルを打てる場面は打ちましょう。次にシャンリンの元素スキルから元素爆発を打ち、ライデン将軍の元素スキルから元素爆発を打ち、チーム全体の元素を回収しながら火力と元素反応をどんどん起こしていく戦法です。2巡目も一緒なので割愛をします。それでは実践見てみてください。全力攻撃だ。もう左右ルコ雨描き形しはい熱々でしょ。話が通じ裁きの雷無我の教師見切りました。よっとみんなは俺が守れ。もうや雨描きがたし股間奥義この剣はわかるかい。料理の時間裁きの雷ここより弱滅の時せいふんさせいやさせいせいせいとよっ全力攻撃だ。くらえ左右ルコさいクオパーよって逃げ道はあります。稲光次にタルタリア、ライデン将軍、ユクアキ、ベネットというチームです。ポイントとしてはタルタリアが無凸の方はクールタイムが気になると思いますのでそこを補うことができます。立ち回りとしては、ベネットとユクアキは先ほどの流れと一緒で、ライデン将軍の元素爆発は1巡目では使わず、元素スキルだけを使います。その後、タルタリアの元素スキルと元素爆発を使い、敵を倒していきます。タルタリアの元素スキルをフルで使わずに、ある程度使用した後を変更するのがおすすめです。2巡目もベネットから始まり、ユクアキに変えていきます。ここでライデン将軍の時に元素スキルから元素爆発を使用して、チームの元素を貯めて、またベネットに変えて、1巡目の流れをやる立ち回りになっています。それでは実践見てみてください。みんながそばにいてくれるわ。股間奥義この剣はわかるかい。雨描き、見切りました。痛いから我慢しろよ。ほっ、は、いや、ふっ、いや、は、全力攻撃だ。歌よ錦となれ。この剣はわかるかい。雨裁きの雷無我の境地はっやっはっせっはっやっふっみんなは俺が守る。股間奥義はいこの剣はわかるかい。隙を見せるのはほんの一瞬だ。次にタルタリアの位置をヨイミヤに変えたチームです。ヨイミヤ、ライデン将軍、ユクアキ、ベネットという構成になっています。
ポイントとしては、ヨイミヤが苦手な敵をライデン将軍で倒すということができます。立ち回りはタルタリアと一緒なので割愛をします。実戦を見てみてください。みんながそばにいてくれるわ。五感奥義、この剣はわかるかい。はい、裁きの怒り。無我の境地。よっ、みんながそばにいてくれれば。雨を描きがたし。左右ルコ。はい。聞いてるで。見切りました。ここより弱滅。最後にライデン将軍と八重のダブルアタッカー編成です。ポイントは八重の部分を戦眼にしてサブアタッカーに近い性能にしておくことです。立ち回りとしてはライデンの元素スキルを先に打ちます。その後にカズハに変えて元素スキルまたは元素爆発を打ち、雷拡散を起こしバフをかけていきます。次にベネットに変えて元素スキル元素爆発を打ってバフをかけて、八重の元素スキル3回、元素爆発、元素スキル3回の順に使用して、ライデン将軍の元素スキル元素爆発を打っていきます。2巡目も同じ流れです。注意するのは、4番目にカズハを置いていますので、敵からの攻撃がかなり食らいます。そのため、カズハにかなりの負担がかかりますので、カズハの HP が低くなった場合は、ベネットから始めるようにしましょう。カズハのバフが炎元素バフになったとしても仕方ありません。それでは実践見てみてください。見切りました。もみちがう散らまく惜しみ。みんなは俺が守れ。律令直振動の権限。十分無我の境地。タッ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 律令幽玄なる雷霆。呪言直稲光。いかがだったでしょうか。ライデン将軍はやはり性能面の点からいろんなキャラクターと相性がいいので、今回紹介したパーティーは一部分ですので、他にこのパーティーいいよというおすすめのパーティーがありましたら、ぜひコメント欄の方に書いてみてください。一つでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。今後も原神などの動画を上げていきますので、参考になった方はチャンネル登録とグッドボタン、 Twitter のフォローよろしくお願いいたします。じゃあまたね、バイバイ。